満天姫、満天姫、マテ姫、天正十七年、1 5十9年寛永十五年3月22日、1638年5月5日は、安土桃山時代から、江戸時代初期の女性で、徳川家康の威府帝、下宇佐関宿藩主松平公元の娘、福島正幸の性質として、大同寺直秀を設け、 後津軽信平の性質として津軽信秀を設けた。因号は旗手院、幼獣院。おじの家康の幼女となり、慶長四年1599年に福島正則の養子師、福島正幸に嫁ぐ。しかし、慶長十二年1607年、正幸が乱行のため遊兵され、死去するに至る。この満天姫はの子を妊娠しており、 ほどなく、男児、後の大同士直秀を出産するが、生息の判断もあって、徳川家に返された。遺説では、生息の晩年に、着子の忠勝が生まれると正幸が邪魔になったが、その妻の満天姫がいる以上、廃着にできなかった。そこで、忠勝が元服するまで成長するのを待ってから、正幸を暗殺し、満天姫を手放さぬよう。 まだ9歳の忠勝の妻にした。満天姫は忠勝より10歳ぐらい年上となる。慶長16年、1611年の加藤、清正の死など、豊臣恩子の大名に世代交代が進んでくると、幕府は福島家に対して強行姿勢を取り始め、満天姫の離縁を強行して、家康の孫にあたる幼子と共に引き上げを断行した。慶長18年、 1613年、天界の震言もあり、家康は、満天姫を、津軽広崎藩主、津軽信平に再化させることにした。しかし信平は、兄津軽信立が故障仲間であった、石田重成とその妹、辰姫を、関ヶ原の戦いのに、津軽にかくまっていた縁から、辰姫を正室として、すでに迎えていた。結局、 辰姫は、関ヶ原の戦いの論功として、津軽家が得ていた、飛び治療の上州大館村、現在の群馬県大田市に、側室へ降格されて移されることとなり、満天姫は、正室として迎えられた。福島正幸との間に設けた男児も一緒だった。しかし、信平は、辰姫のことが忘れられず、参勤交代の際には、大館村の辰姫の館に立ち寄り、 むつみあっていた。その結果、辰姫は身ごもり、げん五年、1619年に男児を出産し、平蔵と名付けられた。信平は、平蔵を、自分の四次にしたいと満天姫に懇願した。一方、満天姫も、元ん六年、1620年に、男児、あとの津軽信秀を出産する。ただし、即室の生まれとする地元の資料があるとされ。 満天姫の子ではないとする意見もある。辰姫は、源那九年、1623年に32歳で、没したため、平蔵は、上州大館村より、江戸藩邸に迎え入れられ、信平の四次として育てられた。平蔵は、後に信平の後を継いで、第三代藩主津軽審議となる。満天姫が、福島正幸との間に設けた団地は、 広崎藩の家老となっていた、大道寺直秀、あと北条氏家臣、大道寺正重の養子の養子に出され、大道寺直秀と名乗ることとなった。また、信平と満天姫との間に生まれた男児は、後に、広崎藩の四藩黒い藩の祖の津軽信秀となる。元和五年、1619年6月、幕府は、広島藩主である福島正則に、津軽への天保を、 津軽家には、越後への転法を命じる内示を出した。一見これは、永遠に見えるが、実収入、移転にかかる諸費用、不層の地を離れることなどを考えると、決して割のいい話ではない。この内示は、実現寸前となり、信平は、移転費用年出のため佐竹義信より釈在したり、家中の準備をさせる旨、家臣に通達している。しかし、結局、 満天姫らの尽力で内事から一ヶ月も経たないうちに津軽家の違法は取り消しされ危機は回避できた福島正則は最終的に信濃川中島に移された。寛永八年1631年に信平が没し、真偽が三大藩主となった。以後、満天姫は旗手と渡するようになる。一方で、直秀が自らは 福島正則の孫であるとして、この時すでに改易され、一旗元にまで身分を落としていた福島家の大名家再公を考えるようになり、しきりに活動するようになる。畑院は、直秀の活動は、幕府の心象を害し、津軽家に災いとなると考え、直秀をいめた。しかし、直秀は一向に考えを改めることなく、江戸へ登って幕府に、 福島家最高を訴えると言い出した。寛永13年、百6 3 6年、江戸に出発するため、旗手院の居所へ挨拶に、訪れ直しでは、旗手院に勧められるまま、酒を開けると、急に苦しみ出して死んでしまう。毒が盛られていたという説がある。つまり、徳川の女である旗手院が、実死でないどころか、石田三成の血を引いている藩主を助けることで、今回である。 津軽家を守ったことになる。寛永十五年1638年、旗手院は広崎で生涯を終えた。長勝寺、青森県広崎市に、玉屋、国の重要文化財がある。家康は、慶長五年1600年9月15日の、関ヶ原の戦いで土佐派の絵師、土佐三つしかその周辺の人物を戦場に、同行させていた。そして描かせた。 関ヶ原合戦図屏風を機に、入り、寸布城広間に飾っていた。その合戦図屏風は、八極二層の四席三十二、千まである大屏風だったと考えられ、それには、満天姫の亡き最初の夫、福島正幸の活躍も描かれており、満天姫は、津軽信平へ再火する際に嫁入り、道具に欲しいと家康にせがんだ。家康は一旦は断ったが、 満天姫の身の上を不憫に思い懇願に負け、合戦図屏風は津軽家へ腰入れで持参された。それが1996年に国の重要文化財に指定されて、大阪歴史博物館が所蔵している通称津軽屏風であるが、満天姫に許されたのは全体の半分の二席だけだったらしく、現存の合戦図屏風は第一席、第一第八選と第三席、 第17第24戦にあたるものと考えられている。第1席と推測される方には、決戦前日での関ヶ原の地より東方である、大垣城からクイ川の戦い、美濃赤坂、現在の岐阜県大垣市赤坂町にある安楽寺の家康本営までの光景が描かれており、第3席と推測される方には、決戦当日の東軍所隊が、 石田三成の人所笹尾山に攻め寄せている様子から、天満山での浮田秀家隊と、福島正則隊の戦い、鉄砲隊が小早川秀明の夜松尾三目がけ打ちかけている、と、戦場西側の光景が描かれている。関ヶ原合戦図屏風はこの他にも全国に十、数点あるが、この大阪歴史博物館像、津軽屏風が最古と言われている。 小説、ゲーム、演劇。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。